藤崎凪さんっていう美人インフルエンサーって言われてるのか、うん、いう方が、うん、画像だけでね、私が使っているリップはニベアですとか、日焼け止め下地はオバギって読むの、うん、よくわからない、オバギなんか これだけですみたいなさ、うん、いうのを画像で上げてるのか、うん、そしたらさ、うん、フェミ様たちがさ爆文句言ってね、なんで悪いクソ文句言うてんねや。なんでえ、そら、ブスのひっがみ。ブスのひっがみ。ブスのひっがみ。なんか前、昔からなんか同性に嫌われる美人っているもんな。昔からいるわ。いますね。なんかな。でも師匠。はい。フェミ様に好かれる可愛いとか綺麗な女性いないと思う。師匠、それとは別に師匠、はい、いますよ、同性にこうあまり人気のない女性、確かにいます。だけど、うん、ね、女性に、同性に人気な女性もいるじゃないですか、うん、いるな。あのだとしてもその女性もフェミ様は叩くと思います。そやろな。はい、なのでこれはブスのひがみ、ブスのひがみやな。それですね、うん、それか名曲ブスのひがみな。まあ、はい、エンディングで絶対かかると思いますけどね、これはね。聞いたことない人は楽しんでください、後で。はいはい、これだからさ、めっちゃ可愛いもんな。可愛いじゃないですか。弟子は別になもんは可愛いと思うだけ。いや、可愛いですよ。うん、ねんさん、これね、はい、私で要するにフェミ様の、うん、フェミども様、フェミ様どもの代弁するだよ、うん、想像の代弁な、うん、なんかすっぴんでも可愛いんですけどアピールしやがってみたいなことだろ。私すっぴんでも可愛いんですけどアピールやるみたいに、マジで重要ないとか言われてるけどさ、すっぴんでも可愛いんやからええやないかいな。そんなもんな、忘れてた。フェミ様のひがみは忘れてました。そうでしたね、うん、なあ、いいじゃないですか。何があかんねん。ねえ、それで例えばこの2つですって出して、今ね、リップと日焼け止め下地出してくれてるじゃないですか、うんうん、例えばですよ、その上にメイクしたとしても、あ、教えてもらったこれを使ったらもっと可愛くなれたっていう結果が待ってるかもしれないじゃないですか。そんな風に考えられへんのがフェミ様やね。人を妬んで妬みパワーをエネルギーとして生きていく、それがフェミ様やねんか。弟子も知ってるでしょうか、それぐらい。忘れてました。うわ、それがフェミや。もう男は叩くわ、可愛い女の人も叩くわ、なんせもなんせも、自分の妬み、ひがみ、そねみだけで生きてね、それを食べて生きている、それがフェミ様や。うわ、まあ、フェミだけやないねんけどね、はいはい、まあ、いろんなところにいるんやけど、そういうやつらはさ、はいはい、まあね、うーん、でおそらくですね、はい、これフェミマツ速報で読んでたんやけど、で取り上げようかなと思ってたら、なんとですね、大津彩香様がミンツク日記で、どうもそう、まあ、それこの藤崎凪さんのことですとははっきり言ってないねんけども、はい、どうもそれこのことを言ってるっぽい、ミンツク日記やってさ、でたまたまな、はいはい、いつもはそんなせえへんねんけど、たまたまそのことを文字起こししてた人がいたんで、それをちょっと利用させてもらって、はい、いいよね。はい。ちょっとミンツク日記の中身をちょっとボイスピークさんに呼んでもらおうと思って。こんばんは。前髪を切りました。なんか最近美人インフルエンサーの方がすっぴんに近い投稿、画像を上げていらっしゃるのに対して、性格の悪さがにじみ出てるぞとか、全ての女をバカにしているのかみたいな投稿に対して1万いいねとかついてるのを見て、すごく醜い世の中だなと思いました。美意識なんていうものは、私の前髪を見ていただければわかるように自己満足なんですよ。自分が良ければ良くて、自分がテンション上がるように生きられればいいわけです。その人はご自身の外見以上に自分の内面のひどさ露呈しているなというふうに思いますし、自分に満足できるように生きられていない人から愛されたり認められたりしていない、まあそういったことを露呈しているとしか思えないので、恥ずかしいからそういう誹謗中傷はやめた方がいいんじゃないかなと思っています。これな、うん、残念ながらっていうかな、うん、ごもっともや、文句のつけどころがないね、うん、けどな、うん、この言ってること自体には文句のつけるところはないね。ただなんか一個言いたいのが、
はい、あ、大津さんは藤崎なぎさんと同じ側やと自分のこと思ってらっしゃるんやなっていういやそれはええやん別に。俺そこ、うん、俺自己肯定感が高いことを否定はしたくないねんか。俺も自己肯定感が高い人間だから、それ自体、ああ、まあそれは別にいいも悪いもなくて、あ、そう、あ、大津さんはもうそっちの側、自分もそっちの側なんやなと思ってるっていう、うん、いいやん、自信があることはな、いいと思うんだけどさ、うんうん、ただな、もやもやすんねんな。おっしゃってることは 100% ごもっともやと思いますよ。はい。まあそのね、自己満足なんですよ。自分が良ければ良くて、自分がテンション上がるように生きられればいいわよ。マジでこれもう大賛成やな、俺な。珍しく大津さんにもう 100% 大賛成。ほんなら自分が良かったら、ほんでも、俺は最高、私は最高つってさ、もう何、うん、もう人に何を思われようが、何を言われようが、俺は最高の人間だぜと思ってるからね、俺。うん、師匠、ま、あれ、もやもやするのってさ、師匠。はいはい、自己肯定感が高くて自分に自信がいいのはいいと思うんです、うん、自己満足で生きているっていうのはいいことだと思うんですけど、うん、それ自分が良ければのことが過ぎるとてんてんてん、そこなんやな、だから自分が良ければはまあいいんやけど、あの限度があるよねってことですかね。別にそれはなんか自分、まあ、言ったらいいチンプな言い方になるけど、人に迷惑をかけない範囲であればってことね。よく人に迷惑もですよ師匠。なんて言うんですかね。例えば師匠、うん、例えばこうこの収録してる時に、例えば、うん、師匠すいません、ご遅刻しましたくらいの迷惑だったら、もうしょうがない、そういうことあるから、お互い様やから、俺もそういうことはあるけどよ。なんでしょうけど、その迷惑のレベルも、うん、っていうことですね。債権者に金返さへんとかな従業員に給料払わへんとかな、額と人数の違いですかね。そう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 そこなんよね、もやもやすんのはそしてな、はい、もう一つ大きくモヤモヤすることがあって、もう、はい、大モヤモヤがあって、はい、恥ずかしいからそういう誹謗中傷はやめた方がいいんじゃないかなと思っていますってことなんやけど、はい、もうこれに関してもなんやけど、まあ、はい、橘さんとも言ったらさ、うん、言い合い、うん、橘さんは橘さんで大津彩香は逮捕されますとか言って、うん、で大津さんの方がそれって自分じゃんみたいなことを言い合ってるやん最近また、うんうんうん、それはお互い様のことやから、まあ、うん、いいかなと思うね。それ以外ではまあなんかちょこちょこ大津さんも言ったりするんだけど、まあ高しだけをただ見つめて悪口言う、やっかーやんか。俺まあ大体基本的に立花さん以外のことを悪く言ってるのはまあ聞いたことないか、うん、まあないよね基本、まあ、まあ、他にもあるっちゃあるんやけど、まあ大きくはそうやから、うん、まあそれはお互い様の部分はあるからさ、まあそれどっちが言い悪い言いかけたらもうキリないから、それは言っといて、もういい絶戦、いわゆる下の戦いって書いて絶戦 はお互い様やからいいけどさ、俺が言いたいのはさ、大津さんに言いたいのはやで、大津さんの周りにいる支持者、あいつら誹謗中傷ひどすぎやろあ、そいつらに言ってんのかこれ。あ、だったらわかるけどよ、あ、マジでもうこのふわっとした呼びかけじゃなくて、しっかり一人一人に DM 送って、あ、なんとかさん、そういう誹謗中傷はやめてくださいって言ってくれへん。でさ、そう言ってるやつさ、自分は言われてっけど、俺は言ってないと思ってんねえだあいつら。あ、それは大津さんも一緒なんか。じゃあしゃあないな以上です。はーい。